ママ、僕の手にちゃんと捕まっててね。ありがとう、カズ。僕の名前は大島カズ、小学5年生。ママのお腹には9ヶ月になる赤ちゃんがいるんだ。お、前よりお腹大きくなったな。一世くん、シオラちゃん。その時、同じクラスのシオラちゃんと一世くんに遭遇した。もう9ヶ月ですよね。こんな出歩いて大丈夫なんですか？しょうがないの。お金がないから、スーパーに働きに行かなくちゃいけなくて。マジかよ。僕たちは貧乏だから、ママは生活のために働いてくれている。本当は、僕が働けたらいいんだけどね。お金がないって、カズくんのパパもお仕事してるんじゃないの？それでも足りないんだ。僕は笑ってごまかすしかなかった。だって、僕のパパは…はぁ、なんだか今日は調子が悪いわ。はぁ、眠。僕のパパはいつも家でダラダラしているから、妊娠中で辛そうなママが目の前にいるのにもかかわらず、だ。ママ、僕が手伝うよ。だから休んでて。ありがとう。じゃあママ、ちょっとだけ横になるね。だから、僕がママを助けるしかないんだ。この光景を見ていても、パパはちっとも起き上がる気配がない。その時、はい。よう、金の用意はできてるか？やってきたのは、借金取りのヤクザだ。ああ、今日返済日か。頼んだぞ。今回の分です。ああ、確かに受け取ったぜ。どうしていつもママが？この借金は、パパがギャンブルで作ったものだ。なのに、いつもママが働いて、少しずつ返している。ご苦労さん。じゃあ、立ち屋でも行ってくるわ。頑張ってくるぜ。行ってらっしゃい。また？ママが調子悪いって言うのに。パパは毎日パチンコに行っている。これが仕事だっていつも言ってるけど、僕にはわかる。ただ遊び歩いているだけなんだって。おい、あれが旦那か？その時、ヤクザさんは怖い顔をしてパパを睨んだ。そうですけど。ねえ、お金受け取ったならもう帰ってよ。ちょっと、カズ。ああ、そうだな。また来るぜ。あんな怖い人が毎回来たら、ママはもっと苦しむことになる。だから、僕はこのヤクザさんが嫌いだった。パパがあんなだから、僕がしっかりしないといけないんだ。その夜。おい帰ったぞ。お前らにお土産だ。お帰りなさい。お酒臭いよ。パパが酔っ払いながら帰宅した。お土産だと言って何かを持ってきたんだけど。え？これって、お寿司？みんなで食べようぜ。お前寿司好きだろ？開けると、そこにはパックのお寿司がぎっしりと入っていたんだ。僕もママも、お寿司は確かに大好きなんだけど。ごめん、お寿司はちょっと。ああ？断るのか？俺がせっかく買ってやったんだぞ。ママも断った。それもそのはず。パパ、妊婦さんに生魚はダメなんだよ。食中毒になる可能性が高いんだから。ああ？妊婦にとって生魚は控えた方がいい食べ物の一つなんだから。僕は妊婦について本を読みながら勉強していたから、その辺の知識は持っている。けっ、そんなの知るかよ。だけどパパは僕の言葉に完全にふてくされて布団に向かって行ってしまった。ありがとう、カズ。ううん、ママを守るのは僕の役目だからね。翌日、破水が起きたら分娩開始のサインだから気をつけてね。なるほど。僕は図書室で妊婦について勉強していた。ママの妊娠が分かってから定期的にこうしてシオラちゃんに教えてもらっているんだ。それにしてもママのために勉強するなんて偉いわね、カズくん。ママの力になりたいからね。何でも知っているシオラちゃんの力を借りながら、僕はママの出産に備えていた。だけどその時、ここにいたか大島。お母さんが倒れたそうだぞ。え？倒れた？ごめんね、カズ。心配かけちゃって。いいんだ。ママが謝ることじゃないよ。先生から知らせを受けて、僕はママの職場に直行した。ママはつわりがひどくて倒れてしまったみたい。でも、パパは？パパにも職場の人から一応連絡してもらったけど、一切出なかったそうよ。そんな。パパはこんな時に電話すらも出なかったらしく、さすがに僕は頭にきた。今日は何もしないで休んでて。ご飯も掃除も洗濯も全部僕がやるから。本当にカズは優しいのね。それからいつものように僕はママの手を握って帰っていた。すると、おお、ようやく帰ってきたな。ヤクザさん。玄関の前で待っていたのはヤクザさんだった。今日もお金を取り立てにやってきたようだ。今日は帰ってよ。ママは体調が悪いし、妊婦にストレスは悪影響なんだ。カズ。だから僕はヤクザさんを追い返した。ママに近づいてほしくなかったんだ。生意気なガキだ。まあ今日のところはおとなしく帰ってやるよ。もう来ないでよ。そう言ってヤクザさんは帰ってくれて、僕は胸をなで下ろしたのだった。1時間後、
ただいま。いやー今日も遊び、仕事疲れたぜ。パパ、今日ママが倒れたんだよ。電話にも出ないし、何してたのさ。うるせえな、俺の勝手だろ。帰ってきたパパに僕は怒ってみたけど、やっぱりパパには何を言っても無駄なようだった。そんなある日、またママ動いている。僕が全部やるって言ったでしょ。ごめんなさい、でも全部任せるのも申し訳なくて。安静した方がいいと言われていたのに、ママは家事をしていたんだ。すぐに僕が変わろうとしたんだけど。ママどうしたの、大丈夫？その時突然ママがお腹を押さえて苦しみ出した。それだけじゃない。これって破水？ママのお腹が破水したんだ。まさにシオラちゃんから教わった通りの出来事だ。破水したってことはもうすぐ生まれる？それで僕はどうすればいいんだっけ。だけどいざその場面に直面すると、頭の中が真っ白になってしまって僕は何もできなかった。シオラちゃんに教わったのに。痛い。そうだ、救急車だ。ママの声で冷静さを取り戻した僕はママのスマホを探す。スマホが。でもママのスマホは破水で出てきた用水のせいで水没して壊れていたんだ。うちに電話はこれしかないし、どうしよう、僕はどうしたらいいの。パパはこんな時だって遊びに行っていて留守だ。そうこう迷っている間にもママの顔はどんどん青ざめていく。もうおしまいだ。だけどその時。おい、今日はこの間の分も返してもらうぜ。ヤクザさんがこんな時だっていうのに借金の取り立てに来たんだ。ってなんだこの状況は。こんな緊急事態に今ママが大変なんだよ。帰ってくれ。今は借金の返済どころではない。僕は力いっぱいヤクザさんを追い払おうとしたんだけど。うるせえ、黙ってろ。ヤクザさんはそう言って突然スマホで電話をかけ始めたんだ。何を。救急車を呼ぶに決まってんだろ。どうして。お前の母ちゃんがピンチだからだ、文句あるか。ヤクザさんの行動は予想外だったけど、連絡手段がなかったから僕はとても助かった。でも、救急車が全て出払っているだと聞くと、近くのビルで大きな火災事故があり、救急車は全てそっちに向かっているそうだ。そんな。生まれる。どうしよう、どうすればいいんだ。救急車はすぐには来れないみたいだけど、赤ちゃんは待ってはくれない。苦しむママを僕は泣きながら見守ることしかできなかった。バスタオルを用意しろ。するとヤクザさんが意味のわからないことを言い出した。どうしてバスタオルなんて。ここで赤ん坊を産ませるからに決まってんだろ。なんとヤクザさんはここでママを出産させるつもりらしい。無茶だよ、お医者さんもいないのに。弱気になるんじゃねえ、ママを守るんだろ、赤ちゃんを守るんだろ。兄貴になるお前が弱音吐いてんじゃねえぞ。いいから俺の言う通りにしろ。うん。清潔なバスタオルをありったけ持ってこい。それと熱湯とゴム手袋だ。部屋の温度もなるべく上げろ。はい。僕はまだ混乱したままだったけど、ヤクザさんのテキパキとした指示に従い分娩の準備を進めた。持ってきたよ。そこに敷いてくれ。分かった。ヤクザさん、本当にママと赤ちゃんは大丈夫なの？俺に任せろ。そしてヤクザさんはママの分娩解除を始めた。落ち着いたようだが油断するな。すぐに陣痛はやってくる。テニスボールがあるなら持ってきてくれ。分かった。陣痛が来たわ。今だ、押してやれ。どうやらこうすることで陣痛の痛みを和らげることができるみたい。ママしっかり、僕がついているからね。それからママは陣痛を繰り返したが、その度に僕がサポートをした。大丈夫、落ち着いて深呼吸するんだ。それから3時間後。頭が見えたぞ、もうすぐだ。頑張ってママ。赤ちゃんの頭が見え始めるまでお産は進み、大きく悲鳴を上げるママの手を僕はしっかりと握った。そして、よく頑張ったな、元気な男の子だ。やっと会えた。やったー。ママは無事に赤ちゃんを出産したんだ。ほらよ、救急車が来るまで抱いててやんな。ありがとうございます。ヤクザさんはそう言って赤ちゃんをバスタオルで包んでママに渡した。よかった、無事に生まれて本当によかった。僕の弟かわいいな。よく泣いてるし、唇の血色もいい、問題ないな。赤ちゃんの姿を見てママは涙を流していた。だけど僕にはわからないことが一つ。ねえヤクザさん、どうしてそんなに手際が良かったの？
とっても落ち着いていたし、お医者さんみたいだった。ん？それはヤクザさんの正体だ。ただのヤクザさんがこんなに出産に慣れているなんて不思議だったんだ。俺には子供が8人いるんだ。8人も？で、その8人すべて妻の希望で自宅出産だったんだよ。すごい。そんだけやってりゃ俺も覚えてきてな。6人目以降は俺も手伝っていたんだ。子沢山のヤクザさんは自宅出産に8回も立ち会うことで手順を完全に覚えたみたい。その時、救急車だ。やっと来やがったな。ようやく救急車がやってきた。ところで、お前の父親はこんな時にどこにいるんだ？パパならきっといつも通り遊びに出かけてると思うよ。なんだと？そいつはよろしくねえな。よろしくねえよ。ヤクザさん？するとヤクザさんは穏やかな表情から一転、急に怖い顔になって、ただいま。今日はパチンコで勝ってきたぜ。そうかい、それよかったな。どうしてあんたがここに？たく、待ちわびたぜ。いつもこんな遅い時間に帰ってんのか、おめえは。なんだ？なんでこんな家の中が荒れてるんだ？まさか、妻とカズをどこへやった？俺の家族に何を？ああ、二人のことか。安心しな、病院だよ。今日赤ん坊が生まれたんだ。何？なんで俺に知らせが入らなかったんだ？俺は父親だぞ。ああ？父親の自覚があるならなんで常にそばにいてやらねえ。自分の嫁が心配じゃねえのか。だいたい嫁が大変な時にてめえは何をしてやがった。すみません。今日から5日間、お前の嫁は入院だ。息子もそれに付き添うそうだぜ。なら俺も今すぐ病院へ。いや、てめえにはその間俺がみっちりと教えてやるよ。父親のイロハってやつをな。5日後、ここが僕たちの家だよ。すっかりお兄ちゃんね。ママと赤ちゃんは無事退院し、僕は一緒に家へと帰った。すると、おかえり。え？綺麗になってる。家の中に入って僕たちは驚いた。なぜかピッカピカになっていたんだ。何があったのよあなた。それにその格好。いやまあいいじゃないか。それともう借金のことは気にするな。あとは俺が働いてなんとか返すからよ。え？本当にどうしたのよ。パパに何があったのかは気になるけど、とにかくパパはそれから遊びに行くことはなくなり、とってもいいパパになったんだ。